今夜は過激派組織イスラム国に関するスクープ映像をご覧いただきます。これまでシリアとイラクで支配地域を拡大してきたイスラム国ですが、その勢力が弱体化してきているようなんです。まず去年の暮れ、イラク軍とクルド人部隊がシンジャールとラマディという都市を奪還しました。そして今月にはシリア政府軍がパルミダを奪還しています。このように赤く塗られている部分がイスラム国の支配地域なんですが、アメリカの軍事調査会社によりますと、2015年の初めと比べて、最近では特にこの今、北部を中心に色がなくなったのがお分かりいただけたと思います。22%もの支配地域を失ったという分析もあるんです。イスラム国と戦う最前線では今、何が起きているのでしょうか。ある村をイスラム国から奪還する軍事作戦の一部始終に日本の取材チームが密着しました。意外な事実をご覧ください。これからご覧いただく映像は、過激派組織イスラム国との戦いの最前線を捉えたものです。それはいわゆる激戦ではありません。アメリカ軍やイラクのクルド人部隊を前になすすべなく撤退するイスラム国の姿です。その残虐さで存在を誇示するイスラム国のもう一つの真実がここにあります。朝の静けさを打ち消すかのように突如響き渡る装甲車の音、それはイラクのクルド人部隊とアメリカ軍によるイスラム国支配地奪還作戦の始まりを告げるものでした。8時ちょうどです。今ですね、前線基地の、土のうを崩して、この瞬間からですね、作戦スタートです。ここから、ISIS の前線基地に向かってペシメルガがここから進軍します。集められた兵士はおよそ250人、イラクのクルド自治区に住む男たちです。彼らの名はペシュメルガ、クルド語で死に立ち向かう者という意味です。しかしそんな彼らは正規の軍人ではありません。作戦の数日前に携帯のメールで集められた人たちです。武器はほぼ自前、年齢や経歴も様々。62歳のおじいちゃんも前線にいます。もし私がここに参加しなかったら、私たちの国、私たちの土地、このクルジスタンを守れない。だから私はここに参加しているんだと、そういうことを言ってます。これから戦闘に向かうというのに彼らに悲壮感などありません。この状況を楽しんでいる感じさえします。今、ジェネラルがですね、将軍がミーティングをしてますが、聞いてる人もいるし聞いてない人もいるという、これ作戦前のミーティングとしてはこんなんでいいのかなっていう、そんな状態です。今回のイスラム国掃討作戦は、アメリカ軍がターゲットを空爆した後、地上からクルド人部隊が攻め入るという方法。至ってシンプルですが、空への攻撃手段に乏しいイスラム国には一番効果的な作戦だといいます。これIt is Peshmerga voice? No. No, that's Gash voice. これ、僕がですね、生まれて初めて聞く IS の言葉です。で、今このダッシュ、IS の人たちがですね、Peshmerga に追い立てられて、自分たちがですね、助けが必要だと援軍よこせっていうのを言ってるこの無線です。今回、軍事作戦のターゲットとなるのは、2年前にイスラム国によって占領された場所です。遥か遠方に見える、白い建物、ここが、ISIS の前線基地です。確認できますね。この白い建物が ISIS の前線基地です。イラク国内での勢力分布、ターゲットはイスラム国支配エリアとクルド自治区の境界線上に位置する村。その奪還はイスラム国最大の拠点モスルに近づくことを意味します。両陣営の距離はわずか4キロ、互いにロケット弾が届く恐怖の中、2年近く睨み合いを続けていました。
この軍事作戦にはアメリカ CNN やイギリス BBC も取材を申し込んでいたといいます。しかし同行取材が許されたのは地元のイラク人ジャーナリストとこの日本の取材チームのみでした。今ジャーナリスト2人を含む21人がこの装甲車両に乗ってます。クルドの担当者はこう言います。客観的に報道してほしいからイスラム国との戦争に参加していない日本を選んだのだと。ISがですね、ペシメルガの進軍に備えて、地雷を埋めてたようで、それを除去しながら我々今進軍してます。地雷を除去しながら相手陣営へとゆっくり進むクルド人部隊。狙われやすい状況ですが、イスラム国からの攻撃は一切ありません。正午を30分ほど回ったところです。今ひときわ大きい2回の爆発音が聞こえました。米軍の支援空爆です。マルジャカリル、グッドでしょと言って隣から話しかけてきました。僕の隣が、ジェネラルです。アメリカ軍の空爆が功を奏し、いともたやすくイスラム国の占領地域へと入ったクルド人部隊。しかしそこに思わぬ落とし穴が。